まずじゃあこの地域から始めようって言ってスタートする人が多いんですけれども、タイのケースで言うと大きいのは2つあるな、難しい問題ではあっていくつか多分論点はあると思っていて、なるほど、スタートアップをみんなで盛り上げよう、スタートアップ投資 TV。 はい、皆さんこんにちは、スタートアップ投資 TV のガゼルキャピタルの石橋です。本日もですね、動画ベータから渡辺さんにご出演をいただきまして、今回のテーマは、地域でこれから起業していく、もしくはもう地域で実際に資金調達が完了してこれからが戦っていくときにどういった点に気をつけるとより成功しやすいのかですとか、こういったところに気をつけておくとより良いよみたいなところのお話をいろいろとまたお伺いしていきたいと思っておりますので、改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、その実際にやっぱ渡辺さんがかなりの数 の、 その地域から出発している起業家の方たくさん見ていらっしゃると思うんですけれども、特に例えば資金調達の場面でいうと、なんかよくその地域出身の起業家の方が陥りやすいようなケースとか、逆にこういったケースやってるとうまくいってるよみたいな部分って何かあったりはしますでしょうか。難しい問題ではあっていくつか多分論点はあると思っていて、まず起業してすぐぐらいの頃の一番の課題は、やっぱりその資金調達の対象となる VC が地域に少なすぎるという問題はまだまだあるなと思っていて、結局東京にいるといろいろな VC からいろいろな意見を聞いて、でいろいろな条件を受けながら自分の中でこれを通そうっていう方向性見えてくると思うんですけれども、それがやっぱり数が少ない中で東京の情報をインターネットで聞きつつ地元で活動するってなると、結構そこのバランスが取れなくて実態と理想がかけ離れちゃうケースはあるなと思ってますね。例えば福岡だと東京にいる立場から見ると割と比較的 VC さんとかいる地域なのかなと思ったりはする場面もあるんですけど、それこそ12年ぐらいから VC 活動を福岡拠点でやられていて、なんかどういうふうに変遷してきてるですとか、最近なんかどのぐらい VC の方とか、あとはエンジェル投資家、個人投資家の方とかって福岡とか地域とかでいうとどんな感じで今推移してきてるんでしょう。私が入った12年の頃は本当に地域で投資をしているのはいわゆる銀行、でも特に思いのある銀行さんが多かったですねなるほど、思いのある銀行さんいいですね。そこからだんだんと VC っていう産業が根付き始めてきてるなと思っていて、私たちもファウンドレイズが12年でできて、でその後にいろいろな企業さんが福岡でベンチャー投資をするっていうような流れができてきていて、今ではそれこそ銀行が思いがあってやっていたっていう意思のあるお金からちゃんと運用として投資をするっていう方向にも来ているので、産業になってきたなっていう感じは非常にしてますね。なるほどなるほど。ただそれでも数で言うと多分起業家の数に対してベンチャーキャピタルの数は東京ほど多くはないなと思っているのと、やっぱり純粋に絶対数が少ないので多面的な意見がもらいづらいのがネックにはなってるかなと思います。ベンチャーキャピタルの方だけではなく、最近で言うとエンジェル投資家、個人投資家の方も多数業界にはいらっしゃるのかなと思うんですけど、実態としてそういうそのシリアルアントレプレナーであったりとか、エンジェル投資をしているような方々って地域で言うとどんな感じなんでしょうか。多分本当の理想はいわゆる起業家が一度成功をした後にそれを投資するっていうサイクルが回るとベストだと思うんですけども、福岡でここ最近でもエンジェル投資増えてはきてるんですけども、どちらかというとそうではなくて、地域でもともと別の事業をされていらっしゃったような実業家に近いような方ですね、が多い印象はありますね。いわゆるスタートアップで投資の契約も結んで IPO もして、その後に得たお金を千葉に還元するっていうところまではまだできていない。なるほど。スタートアップをみんなで盛り上げようっていうことで地域のいわゆる特殊化みたいな人たちがエンジェル投資をしてくださってる流れはありますね。逆にそのファイナンス以外の観点でその地域から出発するからこそこういうところに気をつけておくとうまくいきやすいようですとか、こういうところはよくある失敗のケースとして多いんじゃなかろうかみたいなところで何かご意見とかってあったりします。ファイナンスケースで言うと大きいのは2つあるなと思っていて、1つがやっぱりチームを組成しづらい、このあたりは特にベンチャー経営者の経験がある人が少ないので、いわゆる経営チームっていうのが組成しづらい問題はあるなと。でもう1つの方が、これは市場選択として福岡が好きだったり九州が好きで、まずじゃあこの地域から始めようって言ってスタートする人が多いんですけれども、どのタイミングでじゃあ福岡以外いわゆるスケールするところまで自分たちのビジネスのドメインを広げるんだっていう選択のタイミングがどんどん後ろ倒しになっちゃっていって、結果としてお金
が尽きる前にその成長性を示しづらくなっちゃうっていうケースは、なるほどですね。ここがなんか難しいところだなと思ってますね。どのタイミングでその地域外に進出していくのかっていう観点で、その渡辺さんが見ていらっしゃった中で、ここすごくうまくやってるな、すごくいい事例だなって思うようなスタートアップの方って実際にいらっしゃるもんですか？ここはまだ僕たちも経験が溜まってきてないところであるんですけれども、一つは最初から福岡東京関係なく全てのところでお客さんを探しているようなところは比較的その問題にはまりづらかった。なるほどなるほど。で、結果としてそういういろいろな地域でビジネスをしているっていうところを魅力に感じていただいて経営チームも集まったっていうケースがあります。はい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 。一方でその地域からスタートをしてそこでスケールしないことをやった、先に何か大きなスケールがあるんじゃないのかっていうのも地域で起こったら面白いなっていうのを僕らも思っていて、そういうチャレンジをしている起業家も今いらっしゃるので、はいはいはい、じゃあそこをどのタイミングで行ったらいいのかっていうのは僕らも次とかさらにその次の投資家、東京にいるような大型の投資家と議論しながら、タイムラインを詰めて、まあ、前広に相談をしていくっていう形で乗り越えられないかなと思ってますね。なるほどですね。ちなみにさっきその、まあ、そのベンチャーチームが作りにくいよねみたいなところの観点に戻ってしまうんですけれども、特にエンジニアさんの採用ですとか、その僕自身、ガゼルキャピタルとして既存産業系の方とお話しするケースも多いんですけれども、やっぱり既存産業でそのお仕事されていた歴がある意味長ければ長いほど、いわゆるまあ IT 畑 の, その人材との接点でなかなかなくてですね、なんかチーム組成しにくいみたいな観点もあったりはするんですけれども、第2回目の放送でもコミュニティが福岡の方ではだいぶまあ充実してるっていうのお話もあったと思うんですが、実際としてそういうその IT 人材の確保みたいなところで、その地域で起業するからこその課題感っていうのは、そのまあご自身渡辺さんとして何かお考えになっていることとかってありますか？本当に福岡 IT のコミュニティっていうのがちゃんとしているというか、すごいいい人たちが多くて、まあ、そこから非 IT の人たちも中に入っていけてたっていうのは一つ大きいかなと、ただそれでもやっぱり人の数って有限なので、今エンジニア足りないっていうのはもう各社言われてますね。まあまあどこでもやっぱそうですね。しかも福岡コミュニティがしっかりしていたのもあって、比較的エンジニアの多分スキルレベルが高いというか、なるほど、自分でも食べていけるエンジニアの方が多いような印象があって、そういう人ほどやっぱりスタートアップにコミットするっていったところの吸引力ですよねみたいなのが試されてるなと思いますね。なるほど。やっぱりなんかそのなかなか経済的合理性だけでは採用しきれないというか、まあ、良くも悪くも、そうですね、もうすごい優秀な方だからこそっていう感じなんですね。そういう印象は若干ありますね。やっぱり地域からやっていくことの良さっていうのもたくさんあるなと思っていて、やっぱりまだまだ福岡東京の次に多い地域だって言ってもらうことは多いんですけれども、それでも数えるぐらいしかいない中でやっぱり注目してもらいやすくなる、はいはいはい、で注目してもらいやすくなると地域の中での知名度以上に外からも面白いねって言って人が集まってくるような会社はいくつか生まれてきていて、それ UI ターンをベンチャー自身が誘発してくれてる、なるほど、ようなケースは今増えてきてるなと思いますね。でも確かにそれこそあの渡辺さんが一番最初にベンチャーキャピタルになろうというか、そのきっかけだったその例えば出身の静岡に戻ったとか、その自分で地域でどんな仕事するんだっけとか、どんな会社あるんだっけみたいな観点が福岡を起点にしてベンチャー企業とかが増えていって、でそのある意味その求心力がある会社さんとかが増えてくると、本当おっしゃるようにその福岡出身とか九州出身の方がより戻ってきてくれたりとか、でも本当そういうのってありそうですね。Uハイターンの促進にもスタートアップがなってるっていうのはすごい面白い現象ですね。で特にそういうところに入られる方でいうと、東京での経験が長かったり特に海外の経験がある人だったりすると、やっぱり地域そんなにこだわらないで東京しかなくてもいいじゃんって思ってる人は多くて、優秀な人でなおかつ東京じゃなくてもいいっていうのの次の選択肢として福岡っていうのが選ばれるようになってきてると、より面白くなるなっていう印象はありますね。なるほど、めっちゃ参考になりました。ありがとうございます。あの今回でですね、あの動画ベータの渡辺さんのご出演は終わってしまうんですけれども、あの渡辺さんご自身もツイッターであるとか、もちろん動画ベータさん の, あのホームページ等からもコンタクト可能かと思いますので、ぜひあの気軽に、それこそデンタライトさんでいうと創業1年前2年前ぐらいからコミュニケーションされていたということなので、九州に限らず皆さん、渡辺さんにコンタクトしてみるといいのかなと思っております。改めて、今回の動画いいなと思ってくださった方はチャンネル登録ですとかコメントとか、いいねボタン、グッドボタンをよろしくお願いします。今回も、皆さん最後までご視聴ありがとうございました。